ブーン、ブーン。こんにちは、ミントです。今年の F1 もまるで一チームだけが別カテゴリーのように、メルセデスが圧倒的な成績を収め独走しています。2020年のシーズンは半分を終えたところですが、すでにメルセデスのダブルタイトル確定は時間の問題で、消化レースが何戦になるのかという段階ですよね。そんなレースを盛り上げようと、 FIA はこれまでに様々なレギュレーションを取り入れてきました。しかしその結果が現状の波乱が起きないとワンパターンな F1 なのです。つまりそういうことなんです。今回は最近取り入れたルール、そして今後強行しそうなものをいくつかご紹介しますね。年間25戦以上。今シーズンの F1 は当初全22戦が予定されていました。しかしコロナウイルスの中断により大幅に開催計画の見直しが必要となりました。そのため同じコースでの2週連続開催や移動距離を短くした同一国での複数開催により全17戦まで確保することができました。F1 は今後全25戦を目指すと言われていますが、今回の2週連続開催や同一国での複数開催の味を占めたら25戦以上できるのでは？と考える可能性もあるかもしれません。そうなると今まで以上に1戦あたりの重みがなくなり、チームクルーの負担、消化レースの増加につながるかもしれないのです。エンジンモード規制。 FIA は今シーズンの第8戦のイタリアグランプリから突如エンジンモードの統一化を実施しました。これはこれまでのような多すぎるエンジンモードを FIA が厳格に管理できないため、一つに統一することで管理しやすくするためと言います。ということは今までちゃんと管理できていなかった可能性もあるのかもしれませんね。そしてメルセデスが強すぎるため、その他のチームとの差を縮めるためとも言われていましたが、蓋を開けてみればメルセデスとの差は今までと何も変わらず、逆にレースでは前のマシーンを抜きづらくなったとも言われています。今のところこの規制が実施されてからまだ2戦しかしていないので、何とも言えませんが、あまり効果がなさそうな規制かもしれませんね。音がめなしルール。昨年のフェラーリの燃料流量の不正疑惑、そして今年のメルセデスの DAS、レーシングポイントのリアのブレーキダクトのコピー問題。このうちトップチームではないレーシングポイントだけが激甘なペナルティを受けましたが、FIA はその他のトップチームを事実上お咎めなしとしたのです。フェラーリに関しては FIA の裏合意で事を収めましたが、それが今年の不振の直接的な原因となってはいるものの、不正なマシンを使用していた昨年のコンストラクターズ2位の分配金は満額受け取っています。そして今年のメルセデスとレーシングポイントには違法だが今年はそのまま使用しても OK との裁定を下しています。このようなことをしている限りはその他のチームとの差は縮まりませんよね。リバースグリッド。 FIA のロス・ブラウンはアルファタウリのガスリーの初優勝で盛り上がったイタリアグランプリの結果を受け、レースに人工的な波乱を生むべくリバースグリッドを再検討する可能性を示唆しました。しかしこれにはトップチームのメルセデスだけではなく、下位チームのドライバーからも反対の意見が出ています。もしリバースグリッドをやるのであれば、F2 のようなイコールコンディションに近い環境を整えることが先だと思いますが、そうなるともはや F1 ではなくなってしまうので、あまり現実的な策ではないような気がしますね。やはり FIA が長年積み重ねてきた現在の F1 を思いつきで決めた一つや二つの方法では良くはならないかもしれませんね。リバティメディアはF1 で2019年に約18億円の利益を上げましたが、世界的なスポーツとしては利益は少ないように感じます。
つまりもっと多くの企業がお金を出したくなる魅力的なシリーズにすることが重要なのかもしれませんね。そのためには全てを一新するような大改革が必要かもしれませんね。皆さんは今の F1 を急激に面白くする方法はあると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。